ご覧いただいている皆様、こんにちは。衆議院議員の小林文明と言います。まずは知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、自己紹介をしますと、私は広島7区の選挙区から選出をしていただいてて、自由民主党に所属している現在31歳の独身の議員であります。今日はチャンスをいただいてですね、こういう番組でお話をさせていただけるということなので、そもそもの経緯とですね、なんでこの政治家になったのかという話と、でこういうことをやりたいという話を少しだけさせていただきたいと思います。私自身はもともとは NTT ドコモに勤めてまして、法人営業をやった後、人事の採用担当をやってました。でそもそも政治の世界に入るつもりというのは小さい頃からなかったんですが、人事の仕事をやるようになってからですね、実際の大学生とお会いをしていて、今のこの大学の教育、もしくはそれまでの社会人に向かっての教育の仕組みっていうのが本当にこのままでいいのかと、相当な怒りを覚えたというのが一番最初です。おそらくこの政治の世界に入った人たちっていうのは基本的に何かに怒りを覚えて出てると思うんですが、私は教育システムに対して思ったということです。で何が大きかったかというとですね、非常に皆さん頑張って勉強をして大学に入って、で大学の中でもいい大学に入って頑張って勉強していい会社に入ろうとするということなんですけども、2つあってですね、まず1つ目は、入った後にお前勉強できるけど全然仕事できねえなってこうよく言われるんですね。でそれ彼らが悪いのかなっていうのをずっと考えたんですけど、大学の前なんか特にそうですけど、答えのある問題をどんどん解かして資格を埋めるようなトレーニングしかしてないわけですよね。でも社会人になっての仕事っていうのはどちらかというと答えがなくて、あまたある中で自分がいいと思う最適のものを選択をして作り出していくっていうのが仕事になってるんで、こういうトレーニングするような教育してないとそもそも叱ってどうするんだという怒りが一つです。そのためには大学の授業も変えなきゃいけないですし、高校中学の授業というのあり方も考えなきゃいけないというふうに思ってます。もう一つは、その大学を選ぶときにですね、目的を持って選べてますかっていうことなんですよね。我々の生徒指導の時ですよ、高校の先生がお前これぐらいの偏差値だからこれぐらいの大学には行けるから行った方がいいよって言うんですよね。それって本当の進路指導なのかってことなんですよ。そもそもは何やりたいんですか、どういう人間になりたいのか、どういう生き方したいのかっていうのがあって、それを実現するための手段として一つは勉強ですよね。それ以外にもいろんな職人になるんだったら違う方法だってあるはずなんですよ。でこういうキャリアを考えるキャリア教育っていうのを中学生ぐらいからしっかりやらないと、目的意識を持って勉強にも励めない。でその勉強がしっかりやったうちに社会人に出て行って活躍をすると、こういうことをやらないと今のままではなんとなく勉強してなんとなく会社に入ってなんとなく生きていくと、こういう人材ばっかりをたくさん輩出することになります。これは本人たちにとって今の人たちはいいかもしれませんけど、将来世代のことを考えたらより強い意識を持って職業を選択してほしいと思いますし、それは幅広い方がいいと思ってるんです。職人さんから漁業やったっていいし、農業やったっていいし、お医者さんになるのもいいし、パティシエになるのもいいし、サラリーマンになるのもいいと思ってるんですね。こういうことをしっかりぜひ皆さんにやっていただきたいという思いでですね、実は今議員になったということがあります。なかなかこれはですね、あんまり法律が関わりないので非常にですね、こそこそと言ってはなんですが、役所の人と調整をしたりとか経団連の方々と話をして採用の仕組みを変えようとですね、こういうことからやっているというところなので、今年来年ぐらいからですね、少しずつ動きが出てくると思います。その一つは会社の面接でですね、大学の授業を評価しましょうということから始めようと思ってるんですね。今面接の現場だと大体課外活動が評価をされます。ボランティア何やったとかですね、部活で何頑張ったとかって言われるんですけど、大学の授業でなんでこれ取ったのとか、なんでこれ C だったの A だったのなんて話をですね、ほとんど聞かれません。で聞かないのでどうなるかっていうと、学生さんっていうのはですね、 OB から大体話が伝わってくるんで、大学の授業は聞かれないからとにかくどんどん課外活動頑張った方がいいよってこれ伝えられるんですよ。の結果、取りやすい簡単な授業だけ取って、で課外活動頑張って社会に出ていくっていうのが今現状になっているので、今文科省では大学の授業をですね、しっかりしようっていうのをやってます。で私はそれも重要なんですけど、大学の授業をしっかりして難しくすればするほど、実は学生さんっていうのは今受けなくなっちゃうっていう現状になっているので、受けたくなるためには実は出口側の企業も努力をしてもらわないと実は変わっていかないということなんですね。これ全然法律関係ないのですね、緩やかになんとなく最近大学の授業がですね、面接で聞かれるらしいぞってなったら、あ小林頑張ったんだなというふうに思っていただけたらありがたいなというふうに思っています。将来的にはですね、これでも皆さんと一緒に必ず考えていかなきゃいけないのは人口減少です。
でもうすでに言われ始めましたけど、東京一極集中どうやってなくしていくかということなので、地方に人を帰ってもらう、もしくは地方に人に残ってもらうために重要なのはやっぱり雇用なんですよね。でそのうちの一つで実は漁業の政策というのも今関わって頑張っています。これは法案が関係あるので、最近は業界新聞にですね、少し出していただいたりしてるんでありがたいんですけど、まあ、日本の魚っていうのを、漁業っていうのはもうとにかく取り放題で競争なんですね。小林丸とか佐藤丸がですね、同時に出ていってわーっと取ってたくさん市場に出して、明日も佐藤丸が出るから小林丸も行くぞってやるんですけど、たくさん取れば取るほどですね、市場の魚の値段って下がるんですね。で日本の漁業者の平均の年収は200万とか300万とかですね、非常に厳しい状況なんですが、実はノルウェーとか欧米なんかはうまい政策をやって年収800万とかすごく安定的に得てます。でこの仕組みは、小林丸っていうのは1年間に100万トンまでしか取っちゃダメだよ、100トンまでしか取っちゃダメだよって割り当てるんですね。で決まると、要は休みを取りながら市場の値段が高い時に魚取りに行こうと、で魚のサイズが一番大きい時に魚取ろうじゃないか、だってせっかく100トンしか取れないんだからいい値段で売りたいよねって、こういう仕組みになるんですね。これって非常に分かりやすい仕組みで、日本でもすぐ導入できる魚っていうのはあるんですけど、今までなかなか導入されてきませんでした。これをしっかりやれば、地方の漁業というのが実は安定的な収入を得て雇用があると、雇用があると地域に人が住むんですよね。そうすると人口減少っていうのもかなり食い止められるんだと思うんです。安全保障のためにですね、国防だ、離島どうする、国境どうするって言ってますけど、一番いいのは漁業者に離島で漁業やってもらうのが一番いいんですよ。尖閣諸島も漁業者がいたらそんなことにならなかったんですけど、それができなかったっていうのが原因ですから、一つ一つしっかりやりたいと思います。でこれは漁業政策ではなくて海洋政策だと思って頑張ってますんで、まだまだ31でですね、1期生ですから若輩ですけど、ぜひいろんな場面でですね、応援をいただけたらいいなというふうに、ありがたいなというふうに思ってます。Facebook や Twitter でも応援をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。